カイロ地下鉄は、エジプトカイロ市とその近郊の地下鉄である。アフリカにおける最後の地下鉄である。静粛尺で描かれたカイロ地下鉄路線図貧弱な交通インフラによって危機的な状況にあった市内の渋滞を緩和するため、1982年にムバラク大統領によって計画が開始された。2012年時点で3路線が運行中で、さらに3路線が計画中。 建設はエジプト運輸省傘下のトンネル公社が行い、管理運営はエジプト鉄道傘下の回路地下鉄公団が行っている。期間は標準機。運賃は距離にかかわらず1エジプトポンド。すべての路線に1両、ないし2両の女性専用車両が連結されている。女性がそれ以外の車両にも乗るのは自由である。ラッシュ時以外の運転間隔は8から10分程度。 ついたちの輸送人員は240万人から300万人と言われる。ヘルワン駅から新エルマルグ駅南北2つの地上鉄道をカイロ市中心部の地下路線で接続する形態である。一般的には1号線と呼ばれる。全長4 3 5トルのうち3トルが地下であり、3 5る駅のうち5駅が地下にある。地下部分は 開作工法によって建設された。最高速度時速 100km、ラッシュ時の運転間隔は約3.5分で1時間あたり1方向6万人の輸送力を持つ。走行費は20億エジプトポンドでフランスの技術が導入された。一部日本製車両も使われている。終電には架空電車線方式を採用。ショブラルヘーマ駅エルムニーブショブラルヘーマから。 タハリイル広場、カイロ大学を通ってギザ方面を結んでいる。この二号線の完成でカイロの地下鉄網が大幅に拡大した。アッサーダート駅とムバーラクで1号線と接続している。20の駅を有し、全長2 1 5トル。また、ナイル川の地下トンネル建設は史上初である。地下部分は逆打工法によって建設された。 最高速度時速 80km ラッシュ時の運転間隔は約3分で1時間あたり1方向6万人の輸送力を有する。日本の技術が導入されており車両の製造は主に近畿車両と東芝である。終電には第三機乗方式を採用。マフアルイコールロットルファラングカイロ国際空港全長約 34km31 の地下駅を 含め、全36駅。アルキトカと駅より南へ分岐して2号線、カイロ大学駅へ行く支線も建設される。カイロ北西部のインバーバチックから、カイロ北東部のヘリオポリスを結び、さらに、カイロ国際空港まで伸びる予定である。2号線と、同様、ナイル川の2つの支流の地下を通る。全長約34キロメートルを5機に分けて、建設される。 1> 第1期は2012年開業。第2期は最も輸送が逼迫しているエルアッパ製ア駅アルアフラム駅である。第1期の頭のトンネルは下水道網と交差するため計画は慎重を期して行われた。また、いくつかの地下駅には商業施設が併設される。地下部分は改作工法によって建設される。車両の製造は主に近畿車両と東芝である。 終電には第三機乗方式を採用。車両は冷房が備わる。回路市内の渋滞緩和のための調査は1999年まで行われ、新たに4つの路線の建設が提案された。すべての路線が完成すれば、既存の鉄道及びバスに代わる大量輸送手段となり、2022年までの交通量の増加に対応できるものと期待されている。 もっとも予定通り完成するかどうかは今後の資金調達にかかっている。ナセル市東部、アルアフラーム地区南西部ナイル川の2つの支流の地下を通り、全長約 24km のうち大半が地下となる。ナセル市東部ポートサイド通りショブラル平和駅1号線4号線と接続する全長約 20km の半環状線、全線が地下となる。 ショブラルヘーマ駅マーディーカイロ市の南北を結ぶ。全長約1 9トルのうち大半が地下となる。<店>エルマルグエクディード HTTP コロンスラッシュッシュ www.fnn-news.com スラッシュニューススラッシュヘッドラインズスラッシュ ARTICLES スラッシュ CONN00217746.html 補足ガーメアトルカヘラ。 ありがとうございます。